栃木先制点を取りました。矢野が飛んだ、決まった。なあ、正面プロ初出場です、西谷勇気。ここで三角で回して有馬がシュート打ってきた。大崎入りました。栃木先制点。前線ロングボール、矢野をめがけたボールです。ここは競りに行きました。このセカンドボール拾ったのは栃木です。中に入れて大島がボールを引き出した。左足がシュートを打った、決まった。止めた、こぼれている、秋元でした。瀬川のクロス、いいところに入ったところ、ここ消します。そして有馬、三角つながって三角のシュート、黒崎、ここは森、合わせてヘッド、反応でーす。エースクデロが待つ、外から来た、水口ヘディング、中4人、瀬川のクロス、矢野を越える、セカンドボール拾う、運んでシュート。近づいていけない、はい、収めた、ダイレクト。そんな形になりました。山口リフレクション、跳ね返ってもう一回、黒崎抜けてきた、これで田代、松崎粘って安藤引っ掛けた、瀬川粘る、瀬川クロスヘディングだ、柳蹴られましたけど、栃木が一番やっぱ中央で取りたいんで、はい、松本の方はボールのステップ玉でしっかり考えないと、感覚がありますね。山本ミドルシュート。自分の場でシュート決まった、同点栃木、あ、同点のチャンス、秋元決めた、同点2対2。中柳が待っています、田代が柳を狙う、体を寄せる伊藤、こぼれ球、三角のシュート、折り返して柳、豊からバイス、あ、ここはエスクデロから裏、秋元抜いていく、エリアの中入って左足だ。ここで秋元上げてくるところ、ヘッド、秋元が受けます。ショートコーナーなら西谷勇気がいます。秋元を直接行って中央でヘッド、ファール、森もらった、森だ、エリア内、森、シュート、おー、取れてまた低いボール、打ち出したところ、入ってまーす。あー、これもクリアが浅い、岩間から黒崎打ってくる、ボールか、大島から黒崎どこ追いつくか、中また4枚入ってきている、大島ターゲット、そしてまた森を使う、いや、先を使う、そして森だ、森の点目、最後までやりきること、そしてこのゲームをものにしよう、さあこれがチャンスになる、森のシュートだー、決まった。溝口、榊をワンタッチで落とす、秋元秋元が蹴ります、決めた、栃木同点。さあ西谷が中に縦に繋いで、さあシュートまでか、シュート決まった、コーナーキック、中に出てきて、どうだ、打球決まった、矢野かわしていってシュート打ってくる、決まった。走ってつながっていって、さあ取った秋元、中に入った矢野翔もいる、秋元がスピードパス、また抜けパス、矢野翔取った、矢野翔ホンマ
本も対応、ダイレクトで上げて中央抜けた山本、こぼれて山口翔、リゾムチール中が決まりました、抜きます山口翔、点を奪った栃木がその勢いのまま攻めていきます。そして奪って8番の秋元から、もう一度秋元前を見た、右に空いて山本です、山本を上げてきて山口翔、その後ろから18番の森、黒崎クロス上がります、セカンド岩間シュート決まった、あと縦つけます、ターン押して山本、今2人来ました、縦引き取って佐藤、コースが変わって有馬、下げたところ左足シュート、サイドへ黒崎、いいクロスを持っていますが、西矢勇気に任せる、ヘディングシュート、柳、栃木先制点、放り込んだ柳を狙う、すごい、入っていった山口翔、